皆さんこんにちは、こんばんは。あなたのくるくるくるがマリオメーカー実況、今日もやっていきたいと思います。そろそろ200回が近くなってきましたので、何かイベントやりたいと思います。その時はふるってご参加ください。今日最初のコースはこちらのコースを遊んでいきたいと思います。注目の難しいの中に、有名な実況者さんポコニャンさんとアスカさんへの挑戦状っていうコースがあったので、このコース挑戦してみたいと思います。くるくるくるさんには挑戦されてないんですけど、別にやったっていいよね。ダメかな。スプランコースだけどクリア率はそんなに低くないけど結構難しそうかな。ポコニャンさんとアスカさん宛に送ってるコースということは、あのお二人の実力を考えると相当難易度は高いコースのはずなんですよ。それをよく考えてやっていかないとクリアはできない。もうちょっと奥で3段ジャンプ開始かな。ここだ、1、2の3段ジャンプ、オッケー。 B 聖地のドア入ったら次右だと信じるけど逆だった、戻っちゃった。なぜ戻るし、そういうところがやっぱりクルクルクルなんだろうな。1、2、3段ジャンプからのパウ投げ、オッケー。残り11秒間に合って、ここはカビキック、アフターマスカビキック、難しいんだ。こっち信じるよ、罠じゃないよね。罠じゃないかい、畜生め。さてこれで罠は全部見切ったと思うので、もうこれでゴールでしょうね。くるくるくるさん、同じ罠に2回も3回も引っかかったりはしませんよ。任せて、安心のくるくるクールクオリティ。よいしょ、くるくるクール、オッケー。次左だっけ、確か左だったような気がする。カーブキックスタートとかはできなかったけど、まあいいでしょう。パウを投げて扉にお邪魔いたします。次なんだっけ、パウ投げ、あーそうだ、2マスカビキック、これ難しい。ほいほいほい、こっち4、3、2、クール、完璧完璧かな。一回引っかかっちゃったからな。ふふー、よーし、ここにゃんさん、アスカさんへの挑戦状コース、無事にクリアすることができました。まあ、あのお二人にはちょっと簡単すぎるかもと思わなくもないけどね。くるくるくるさんにはちょうどいい難易度でございました。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいきましょう。お次はこちらのコースです。マリオザ弾幕酒ゲーハード、ほのさん。クリア率 2%、 ベストクリアタイムは10秒。こちらのコース一発でクリアしていきましょう。酒ゲーのプロと呼ばれたいとは思うんだけど、現実はこんなもんです。まずはここでクラウンに乗って進んでいく。もうちょっと下行けば一気に行けそうな気がするな。あ、そうかそうかそうか、ダメか。あー、意外と難しいぞ。あの後ろから追ってくる赤いキラー放題全部倒しちゃってもいいんですよね、別にね。そこら辺の処理をどうするかな。よし、この辺、これいい感じじゃない、いい感じいい感じ。これでくるる、なんか中盤以降はノリと勢いでいけちゃいましたね。最後のクッパさんなんか完全に出落ちだった。うふう、これイージーモードとかハードモードとか2ルート3ルートぐらいあると面白くなるかもしれないですね。ありがとうございました。マリオザ弾幕酒ゲーハード、いいね。お次はこちら、いいねランキング国内の難しいからパワーアップすればいいってもんじゃない、ノーパワーアップ、コウスケさんのコース、クリア率 7%。 キノコとかファイヤーフラワーとか取っちゃいけないコースってたまにありますけど、あれ系のコース、いやもうパワーアップしちゃったんだけど、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと。でもこれだって走るしかないでしょ、少なくとも最初のキノコは取っちゃうよね。1、まーに合わないんだよね。そうなんだよね。これでどう、最初にクルリンでバネでダッシュしてみた、これだったら間に合うでしょう。パワーアップしちゃってるけど間に合うと言ってくれ。2、え、間に合わないの、嘘。
どういうこと？なんで間に合わないし。ダメじゃん。待って、これ最初の1回が一番良かったよ。今度はとにかく走れ。何も考えずに走れ。一番最初にやったのとは全く同じやり方だけど。2、1、ダメかー。どういうことだ、どういうことだ。何をすればいいんだ俺は。3、2、1、よいしょ。あ、惜しい。でも、バツ印見てると、結構最後ジャンプしてる人多そうな気がする。6、5、4、3、2、1、ほい。これ最後、逆にしゃがまないとダメとか、そういう系？ファイヤーとか、プロペラとかを取っちゃうとクリアできない。どうだろう。それでやってみよう。1、この辺。よっしゃー。いいですか皆さん、パワーアップはすればいいっていうもんじゃないんですよ。こうやって時にはね、パワーアップアイテムを避ける勇気っていうのもマリオメーカーには必要になってくるんですよ。パワーアップすればいいってもんじゃない。ノーパワーアップ。コウスケさんのコス9秒999、超ギリギリ、ありがとうございました。今日のラストのコースはこちら、難しいの第1位ですね。8-4、最後のクッパキャッスル、ボーザーキャッスル、ローランさんのコースで、ベストクリアタイム1分18秒、クリア率は 6.62%。 スタンダードコースをどんどん作成されていたんでしょうね。最後のコースやらせていただきます。ピークコインは全部できるだけ回収していきたいですね。まずは安定のキノコゲットからのクリボンさんを使って敵をなぎ倒していきましょう。これなんかマリオ3のスタートに似てるかなと思ったけど、これは、あー落ちちゃう床だったのね。さて、お、え、あ、急げってことか。ゆっくり見てる余裕なんか全然なかった。あー、びっくらこえた。よし、完璧。今度はサクッと突破することができたよ。ここまで来てピンクコインは残り1枚、右側に1枚見えてるんですよね。ここはよし、ファイヤーに変わった。よかった、これだったら突破できるはず。こんなところに鍵が、ピンクコインとは別に鍵があったんだ。よいしょ。下にいるワンワン邪魔ですね。てか普通に敵の攻撃が激しい。超音痴だからもう攻撃からさだまさしっていうのやめようかな。やばい、これ当たる当たる。あ、ほら当たった。さだまさしって、これクッパの炎は完全に運ゲーじゃん。っていうか中間ください、そろそろ。あった、よかった。ファイヤーかメットかなんか選べたの？どっちかを取れたっていうことか。メット取った方が良かったような気がすんな。ダーシュ、ほら当たった。っていうか今の当たらないで進めたでしょ。もう一回ファイヤー取りに戻ってこよう。ほら落ち着いていけばファイヤーでもちゃんと当たらないで進んでいける。なんか左に急ぎや、急ぎ系？はい。これは空飛んでいくのかな？逃げていいのかな？よいしょ。逃げるよ。よし。マントマリオの恐怖。ほいほい。ここで羽を補充。あ、これ落とすのか、落とすのか。OK、わかりました。最初これどうやって進むんだろうと思ったけど、落ち着いて、生きていれば大丈夫。よし。あー！やべえ、クッパさんのドヤ顔が超ムカつく。
中間やり直し以降だとメットもファイヤーも取れないんだ。それは想定外。よし、あ、しかもマントになってない。そうか、危ない危ない危ない。あー、こんなところで、よいしょ。これマントかそうじゃないかでめちゃくちゃ難易度違うんじゃないですか。最初の1回でクリアしたかったな。まだクッパさん追いついてきてないよね。そろそろ次の扉だったはず。よし、逃げ切ったぜ。中間、ついにボス戦か。クッパ様の口の中、クッパ様も食べたら出すものを出すんです。さて、お邪魔いたします。お、最後は普通にガチのタイマン。よいしょ、これクッパさん落としても良さそうな気もするけど。しまった、どうしようどうしよう、くぐったー。これでグッバイちゃ。よいしょ、あ、また行っちゃった。グッバイちゃって、なんか最近ちょっと口癖みたいになっちゃってるな。だって面白いんだもん。え、何今ザザってなったよ。もしかしてまだ追っかけてくるんじゃないの。大丈夫、入るよ。お、やったね。これはもう完全クリアでしょう。素晴らしい。フィナーレを無事に迎えることができました。くるくるクールのマリオメーカー実況はこれからもまだまだ続いていきます。皆さん、応援の方よろしくお願いします。8-4、最後のクッパキャッスル、ボーザーキャッスル、ローラーさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございます。すごい面白いコースでした。ぜひね、これで最後と言わず星の1とか星の2とかエキストラコースも作ってください。というわけで、今日のくるくるクールのマリオメーカー実況はこのあたりで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだお済みでない方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それとね、最初にも言いましたけど、200回記念がそろそろなので、何かイベントやりたいと思います。その時は皆さん、ふるってご参加くださいね。それでは次回は、あなたのコースに、くるくるクール。バイバーイ。